こやっぱ空を飛ぶところですかね。絵の世界観がすごく可愛らしいので、まあ、リアルというよりはその世界でこう浮遊できているっていう楽しさがあって、ちょっとドキドキするんだけど、いざバーって飛んでみるとそれが気持ちいい。で、それを自分がコントロールできているっていう面白さがまたあって。ゼルダの伝説スカイウォードソード。